はい、こんにちは。ともチャンネルです、えー。今見てもらっているのは、私の Chromebook の画面です。タブレットの方の画面になりますで。こんな感じでね、いろんなアプリを入れたりしていますが、基本的には Google のアカウントに紐づいていまして、私持っているスマートフォンのアプリがね、こちらの方にも反映されてしまっているということで、まあ、お手軽といえばお手軽なんだけど、 まあ余計なお世話っちゃ余計なお世話なんですけども、こ,この中で私があのファイルを扱うには、このファイルというフォルダー、アプリを立ち上げております。で、このアプリなんですけども、普通に今プレイファイルというところを開いています。これは Android のファイルの中身を見るのものなんですけども、 見てもらうとわかるんですけども、このプレイファイルには、まあ、ピクチャーとミュージック、あとね、前ビ、ビデオってのあったと思うんだけど、なぜかなくなってしまったんですよ。まあ、それはまあ、どうい,いいとして、あと、Linux のファイル、えー、ちょっと今読み込んでおりますけども、Linux のファイルがあって、あとはダウンロードのフォルダがあるという感じです。 ん ?Linux ファイル長いな、えー。こんな感じでね。Linux のフ,ァイフォルダーが、ファイルがあって、で、ダウンロードのファイルの中が見れると。今、ダウンロードの中身何もありませんので、まあ、綺麗な状態です。で Linux のファイルの中にも、まあ、ビデオとダウンロードと作ってあります。まあ、それと、あとは、あの、動画編集アプリの方のファイルが一つあるだけです。 まあ、ほとんど使っていない状態ですが、一応ピクチャーとミュージックの方にいろいろと入れてあります。ただこれ、Android のフォルダの中身としてはスッキリしすぎていると思いませんで、Android のアプリのファイラーをちょっとげ広げてみると、今右手の方にある内部共有ストレージというところ、 まあこれがね、n d r o i d のファイルの中の一覧なんですけども、これが全く見えていませんよね。あったのは、ビデオと、ピクチャー。この二つだったんですけども、あとは隠れて見えていません。で、これだと、Android のアプリを使ったときに、まあ、Linux で使うにしても、この Chrome OS 自体で使うにしても、ファイルのやり取りがちょっとめんどくさいんですよ。まあ、そこで、 このファイルというアプリの中の今プレイファイルこれを覗いているんですけども右上のこれを押してやると、はい、右の中にすべてのプレイフォルダを表示するとあとは Linux との共有を管理するこの2つがあるんですけどすべてのプレイフォルダを表示するにしてやりますと先ほど見たフォルダが一括で全部出てきます。 これが全部出ていれば、なんかね、Android のアプリでこう、できたファイル、この中に必ず保存されていますので、この中から見つけて、えー、このマイファイル、この中にいろいろと入れれば、Chrome OS の中でいろいろ使えるし、この Linux のファイルの中に入れてやれば、Linux のソフトで使えるということで、ファイルのやりとりがね、 なんとかスムーズに行えることができます。デフォルトではこのプレイファイルの中身は本当に一番必要なビデオとピクチャーとあとはミュージックそれぐらいしか本当表示されていませんので、まあ、ここのね右上のこれをタッチしてやってここの中のすべてのプレイファイルフォルダを表示する。これにチェックを入れてやらないとアンドロイドとの連携がちょっとうまくないんですよね。ただこれさえやってやってれば この Chrome OS 内で、えー、Android のアプリの、まあ、編集なんかもしっかりとできると。まあ、この、これだけですな、ね。もう本当にね、ちょっとしたことなんだけど、この Android のアプリを使う上では、これチェック入れておかないと、まあ、ちょっと使い勝手が悪く感じるかなというところでした。まあ、これさえね、えー、やっておけば、Chrome OS で Android のアプリをね、しっかりと使いこなせていけると思います。 はい。ということでね、今回短いですけども、こんなところでいかがでしょうかではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。